私はお家で楽しく英語の勉強や計算を頑張ります、というしのさんのやる気が出るこちらを用意しました。こんにちは。今日は何を買おうかしら。たくさんありますね。ん？なんだこの魚は。なんていう魚ですか？はい、こちらですね。これはフグって言います。へえ、フグ。もしお持ちであればスマホかタブレットで AR アプリをダウンロードしていただき、商品にかざしてもらうとすごいことが起きるんですよ。え、本当ですか？じゃあこのスマホを使って、どれどれ？あ、なになになに？え、すごい！わー、すごい！これがフグなんだ。こんなに見れるんだ。お腹の裏も見れるのかな？わー、すごい！ブツブツしてる。こんな魚見ることないから、びっくり！いろんな角度から見れるんだね。魚と目が合っちゃったよ。この魚ってフグって言うんだね。知らなかった。この商品の裏には説明と QR コードが掲載されていて、この QR コードを読み取るとフグ、フグ、英語ではパフェフィッシュ。敵が来るとふくっと膨らむんだ。砂の中に潜るから魚にしては珍しくまぶたがあるんだ。お鍋が美味しいけど毒があるからお料理するには特別な免許がいるんだよ。ふぐ、ふぐ。へえ、すごい。フグは英語でポフフェスって言うんだ。へえ、なんだか覚えやすそう。これいいね。じゃあシノが好きなブロッコリー。ブロッコリー出てくるかな。わあ、すごい、美味しそう。本物みたい。あ、すごい。シノブロッコリー好きなんだよね。アップにもできるのかな。わあ、大きくなった。すごい、中ってこんな感じなんだ。これめっちゃ楽しい。これハマりそう。じゃあ早速、じゃあ読み取ってみます。ブロッコリー、ブロッコリー、英語ではブロッコリー、ブロッコリー。あのモコモコした緑の部分は花のつぼみが。ブロッコリー、ブロッコリー。すごい、ブロッコリー。これで英語覚えられちゃうかも。ブロッコリー、ブロッコリー、ブロッコリー、ブロッコリー。これで完璧。じゃあ次は、じゃあさくらんぼ。じゃあ起動してみよう。さくらんぼ来るかな、来るかな。わあ、すごい、リアル。おいしそう。待って、おいしそうなんだけど。そうそう、こんな感じ、こんな感じ。うわー、今でも食べたい。うわ、でかっ。さくらんぼ、さくらんぼ、英語ではチェリー。英語ではチェリーでした。スマホやタブレットで使うと本物みたいに立体に見えたからすごくよくって、ヘア画面もわかるし、動画も見れるし、英語も習えるし、これはすごい楽しいね。この店屋さんにはここにスマホやタブレットをセットできるので、一人でお店屋さんごっこができる映像を流したり、リモートで離れたおばあちゃん、おじいちゃん、お友達とお店屋さんごっこで遊べちゃいます。
そして謎のゾカルタでも遊べちゃうんだよね。そうそう、読み札が45種類あって結構楽しいんだよね。カルタ遊びならお店を出さなくても遊べて盛り上がったよね。そしてこのお店屋さんに色紙でデコレーションしたんですが、デコったお店屋さんの写真を SNS でアップすると商品が抽選で当たるキャンペーンも実施しています。自分だけのお店屋さんができるから楽しいよね。シナも応募しなきゃ。お店屋さんごっこという子どもの好きな遊びの中で、ひらがなや英語、食材についての情報を知ることができるだんごっこは飽きないでずっと遊んでいられると思います。お金のやり取りもできるので、遊びの中で学べて、スマホやタブレットを使うことで映像が見れる楽しさも、子どもたちが夢中になって遊んでくれそうです。ダンボールでできているので組み立てが簡単で、折りたたんで収納することもできるだんごっこは7つの遊びができるので、楽しさいっぱいでおすすめです。今日はお店屋さんだんごっこで遊んでみました。スマホやタブレットを使ってかざしてみたり、映像を見るのはすごく楽しかったです。英語を覚えるのはなかなか難しいと思ってたんですが、発音を聞いたり画面を見るのがすごく良かったです。あとなんかかざしてみて、なんか本物っぽくて楽しかった。すごいね、立体に見えるのがすごかったよね。あと英語の音がそのまま聞けるし、戻して何回も聞けるからすごくお勉強になります。詳しい内容は概要欄をチェックしてみてください。 TikTok、インスタ、Twitter フォローお願いします。チャンネル登録も押してね。それでは見てみてね。バイバイ。